バンコク都内をデモ行進する構成員民主市民連合は、太陽国の反卓新派市民団体。市民民主化同盟や民主主義市民連合、人民民主連盟とも訳され、通称として、記者伝い、起伏軍団と呼ばれることもあった。ソンティリムトオン軍この団体は2006年2月、卓ン・チナワットの不正蓄財疑惑を発端に、首相退陣を求めて、 ソンティリムトーン軍を中心に結成された。バンコクやタイ南部を地盤とし、主に都市住民の中流及び上流階層、官僚、軍、司法などから支持されていた。タイでは曜日ごとに色があり、月曜日は黄色となっていて、プミポン国王の誕生日の曜日が月曜日である。ことから王室を擁護することを主張している民主市民連合は黄色をシンボルカラーにし、 黄色の衣類を身につけてデモ活動に参加する構成員が多かった。在イ日本国大使館は団体の構成員と誤解されてトラブルに巻き込まれるのを防ぐため黄色衣服を身につけないよう注意喚起を行っている。2006年9月のクーデターによりタクシンが失脚し事実上イギリスに亡命したことで当初の目的を達成し解散した。 しかし2007年の総選挙において、タクシン政権の与党であったア愛国党の後継政党である国民の力党が勝利したことに反発し、再結成され2008年5月にデモ活動を始めた。首相府の選挙状況2008年8月26日、サマックス,スントラウェート首相及び内閣の大臣党を求め、バンコクにおいて大規模なデモを行い、 国営テレビ局や首相府等の政府庁舎を包囲、約4ヶ月にわたり選挙した。また、プーケット、クラビーの空港を選、民主市民連合に協調する国営企業労働組合は電車の運行を止め、さらには民主市民連合に反対する者のへの電気と水の供給と止めると発表した。この闘争では、複数の民主市民連合参加者に加え、 民主市民連合に反対する市民一人が負傷した。また、高所得層の支持者の中には、取り付け騒ぎを起こし、タイの財界を動揺させる者も,も現れた。また、同年9月には、民主市民連合の首相不選挙に抗議する、反独裁民主戦線と衝突し、反独裁民主戦線の男性一人が死亡、約40人が負傷した。民主市民連合は、当時のサマック首相から、 ソムチャーイウォンサートへの政権交代を要望し、国会を包囲し、有志鉄線で国会の会合を妨害した。警察は、再三、妨害行為の即時停止を求めたが、こ着状態に陥り、事態収集が困難と判断して、強制排除に乗り出した。これにより、複数が負傷、一名が死亡した。また、時期を同じくして、民主市民連合の幹部一人が、 国民党へと向かう途上、車中で射殺された。その後、民主市民連合は、非暴力的な手段ではない、地の復讐を宣言した。同年11月25日、民主市民連合が重要法案と位置づける、法案の採決直前、彼らは再び国会封鎖を観光し、広島作戦と称し、公営路線バスや首相府選挙後に、 政府の臨時庁舎となっていたドンムアン空港を包囲、占拠した。この際、政府支持者への狙撃や、手榴弾の投擲などを含む一連のテロが始まった。ドンムアン空港旅客ターミナルに加え、第二の国際線、ハブ空港であるスワンナプーム国際空港の管制塔を占領し、航空管制を含むすべての空港機能を停止させた。騒乱後、 スワンナプーム国際空港の倉庫内から内部構想によるものとみられる民主市民連合メンバーの死体が発見された。また、チェンマイでは市民を車から引きずり出し、銃殺した。さらには東部の港湾を包囲、攻撃すると政府を脅迫した。同年12月2日、先の総選挙において、党ぐるみの選挙違反があったとして、連立与党の人民の力と、 国民党、中道主義党に対して、回答を命ずる判決が、憲法裁判所で出され、連立政権が崩壊する。その翌日、首相のソムチャイ・ウォンサワットが退陣する。これを受け、デモ活動を終了した。2008年の首相不選挙に国際空港選挙などで、民主党政権樹立に大きく貢献した民主市民連合であったが、その見返りは少なく、 政権との関係は徐々に悪化していった。2011年、民主党のアピシット・エイチャチーは首相の政策に反発してデモ活動を再開し、6月には会員総選挙での投票ボイコットを求めるデモ活動を行っている。同年7月3日に実施された会員総選挙で民主党が大敗し、アピシットが退陣したため、活動は鎮静化していた。 インラック政権発足後、日本国政府が、タクシン元首相に詐称を発給したことに対し、反タクシン派の反発が強まった。8月18日、民主市民連合のデモ隊が、バンコクの在対日本国大使館を包囲し、抗議活動を行い、詐称発給に抗議する所管を大使館職員に手渡した。2012年5月、 対抗検討がタクシンらの有罪判決免罪を含む国家和解4法案を提出する意向を明らかにしたためデモ活動を実施したその後対抗検討が法案提出を取り下げたためデモ活動は沈静化した現在もデモ活動は行われているため日本の外務省は注意喚起を行っている2009年6月2日 民主市民連合は新政治党と呼ばれる政党を設立した。2009年11月24日、タイ国際航空は民主市民連合によるドンムアン空港及びスワンナプーム国際空港の選挙による損害に関し、ソンティリムトンチャムローンシームアンラ幹部36人に総額5億7500万バーツの損害賠償を求める訴えを起こした。 2011年3月25日、5億2200万バーツの賠償を命じる判決が出された。ありがとうございます。